相丸くん、ここは抜かせません。伊沢くん、ボールを狙うも届かない。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。武田くん、ここからロングフィードを送った。あっ、かわした。体ごとぶつかっていった。左へ預けます。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。大ジャンプ、空中からのフェイスだ。これが決まった。さらにダイレクトシュートのインパクトに加わる。いけ、これは止まった。なんとか防いだ。パスを回す。木杉君、パスを回す。玉井君、ここは抜かせません。ここでスカイラブ発動。行くぞ。これでも空中はどっちがいるぞ。ここだ。いっけ。これを止めるのは厳しいか。反応するも決まった。すっかりマスターしちまったな。もう完璧です。よし、もらったよ。チャージが決まった。スピードに乗ったドリブル、スライディングで止めた。チャージが決まった。もらった。ドリブルで突破。花、チーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。何？あと、ドリブルを見送る。力をためて強力なシュート。森崎くん、このシュートに反応している。またよし、ゴールだ。ニューヒーローの実力。何？まだ油断は禁物でしょう。
戦い方を変えてきたようです。いよいよ後半戦開始です。よっしゃ、キスギ君連続突破で見せます。相本さん激しいタックル。ここから長い距離のショートを狙う。行くぞ、ロングボールを送る。加藤君豪快にシュート。森崎君このシュートに反応している。あ、防いだ。パントキックで大きく蹴り出した。ご覧のパスカット、あっという間に終わった。よし、なに、ここからセンタリング。このセンタリングをものにできるか。パントキックで大きく蹴り出した。素早くつなぎます。ここは抜かせません。ここでスカイラブ発動。行くぞ、モレンダリンのクルーズだ。こっちがいるぞ。ここだ、行け。小田くん突き飛ばされた。これはキャッチできない。中里くんボールを持った。パスを回す。相本くんここは抜かせません。かわして振り切った。やシュートまで持ち込めるか。あっという間に抜き去った。センタリングを上げた。止めた。パントキックどこまで運べるか。おっと攻守交代だ。よし、なんだくそら。小田くんスライディングでカット。ここはパスを出した。飛ばして振り切った。伊沢くんボールを狙うも届かない。行くぞ、俺たちの空中技。ここに運ぶ選手がいるぞ。行けー、シュートは反応できない。すっかりマスターしちまったな。これでロングボールを送る。ここは抜かせません。一気に抜き去る。あとドリブルを見送る。次々にかわしていく。よし、なんだと。止めない。よし、しまった。山本ぶつかっていった。すでに後半も半分が経過。ここからの1点は非常に大きな意味を持ちます。翼君激しいタックル。チャンスが決まった。花はチーム全員での連携プレーにさらに磨きをかける。ここはパスを出した。マサオ君飛んでかわした。ツインシュートだ。いけ高杉君このボールに立ちはだかる。ブロックを突き破りゴール。森崎君これはキャッチできない。翼君これは南米式のドリブルだ。相本君激しいタックル。このボールをコントロール。ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。南葛ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。チャンスが決まった。前線の味方にロングパス、ダイレクトでパス。ツインシュートだ。いけー、根性だ。ここはとっさに顔面ブロック。ボールの勢いは止められない。弾いた。激しいタックル。一気に抜き取る。クロスを上げた。千代田君センタリングに合わせる。パントキックどこまで運べるか。大丸くんここで奪った。伊沢くん素早く横にかわす。
策。ロングパスを受けます。これで何連続突破まで見せます。パスを上げた。いくぞ俺たちの空中技スカイラブ発動だ。想像を絶するすごい真空中技だ。森崎くん、これはキャッチできない。大きくクリア。ぶつかっていった。ここからロングフィードを送った。高杉くん、ここは好きにさせません。バーチが決まった。もらったぞ。ハイスピードでかわす。ボールを奪うことができません。止められない。ここから一気に攻め込みたいところ。いった。俺たちの空中技、これはスカイラブ回転だ。想像を絶するすごい真空中技だ。さあボールと真っ向勝負。ゴールは奪わす。花はこの試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。ニューヒーローリーグ全勝を成し遂げたのは秋田県の雄花輪中だ。
際大会の大過去かな。彼ら21名は集まってくれてありがとう。私が日本ジュニアユースチーム監督の三上だ。これで本当に終わった。よう。なあ、そ、ちょっと、くよし！
な。なあ。ちょっといいか？いや、よし！
日本でニューヒーローリー開幕が近づくジュニアユースワールドチャレンジ、その大会参加チームが続々と会場入りしています。中でも優勝候補の一角ドイツジュニアユースチームには多くの取材陣が詰めかけています。ドイツチームの注目選手は今大会でも得点王候補筆頭に挙げられるドイツの若き皇帝と呼ばれるカール・ハインツ・シュナイダー君、ヨーロッパナンバーワンフォワードです。おっと、あれがヨーロッパの選手たちか。
よし、みんな聞け。ドイツは今大会優勝候補に挙げられる強豪だ。特にフォワードのシュナイダーはドイツの若き皇帝と呼ばれ、今ヨーロッパでナンバーワンと評される選手。今ドイツで現像、いや若林から完璧にゴールを奪えるのは彼しかいないだろう。若林から？ドイツは他にも中盤より前にいい選手が集まっている。守備陣は特に注意するんだ。相手は強い。しかし決して気後れすることなく立ち向かっていってほしい。それではスタメンを発表する。フォワード、ヒューガ、新田、佐野。ミッドフィルダー、松山、沢田、伊沢。ディフェンダー、相田、慈瞳、高杉、石崎。ゴールキーパー、若島津。以上だ。翼が出ないのか。アメリカ相手でもあれだったんだぜ。大丈夫なのかよ翼。君の足の状態はドクターから聞いている。短時間なら出られるということだが、基本的に今日は出場させない方向で考えている。え、君の気持ちはわかるつもりだ。だが大事な大会前、今日は我慢してほしい。はい、わかりました。そしてヒューガ、今日のキャプテンは君だ。しっかりチームを引っ張っていってくれ。はい。シュナイダーってやつがヨーロッパナンバーワンのフォワードならば、俺だって全日本ジュニアユースのエースストライカーなんだ。それにキャプテンになったんだ。アメリカ戦みたいな無様な試合はできねえ。今日は俺が点を取り、そして勝つ。俺たちの力を世界に認めさせてやる。中盤は頼んだぞ、ハイネ。大丈夫ですよ、シュナイダーさん。この程度の相手なら片足で余裕ですって。相手を甘く見てるとろくなことはないぞ。何言ってんですか。俺の実力は俺に負けたシェスターさんならよく分かってるでしょ。何？やめろよ、二人とも。もう試合が始まるぜ。喧嘩なら後でやれや。事実を言っただけなんですけどね。聞こえてるぜ、ハイネ。カルツさん、地獄耳。プレマッチ第2戦、日本対ドイツの試合が間もなく始まります。前のアメリカ戦で敗北を喫した日本、今日の相手のドイツは強豪ですが、この試合でなんとか浮上のきっかけをつかみたい。今試合開始のホイッスルです。行くぞドイツ。さあ試合開始早々、ヒューガ君が得意の直線的ドリブルで攻め込んでいく。抜かせるか。どけ。うわ、力任せだな。邪魔だ。
ヒューガ君、ハイネ君を跳ね飛ばし。なんてね。何？いや違う。ハイネ君、激突の瞬間に足首でボールを固定し、ボールを奪っていた。ま、こんなもんですかね。じゃあ、行きますよ。さあ、今度はドイツのハイネ君が日本陣内に攻め込むぞ。監督、あの選手は？コルネリアス・ハイネ。ドイツ東部の都市ドレスデンのジュニアユースチームに所属する選手だ。ドイツ国内のジュニアユース大会の決勝で現像やシュナイダーのいるハンブルクと戦い、最後まで苦しめた実力者だ。あの若林君を苦しめた？だがその試合でシュナイダーと激突して足首に重傷を負ってしまってね、試合に出られる状態ではないと聞いていたんだ。しかし彼が回復しているとなると、ドイツの中盤はますます強固になるな。お前を仕留めるのは俺だ。わしにも代表のプライドがあるたい。君らのレベルじゃ俺からボールは取れないって。右に左にタックルをかわすハイネ君、その軽やかなステップはまさに妖精だ。止めるぞ石崎。おい、今度は高杉君と石崎君がハイネ君に向かう。シュナイダーさん、しまった。ここでハイネ君のスルーパス、石崎君と高杉君の間を抜け、シュナイダー君の足元にピタリだ。ナイスパスハイネ、行くぞ。シュナイダー君、ペナルティーエリアの外からロングシュート。Thank you.
くぞ、ドイツジュニアユース。俺たちをなめるな。お前が若林が言ってた選手か。もしかしてこの10番が日本の本当の。このパスをトラップ。やった。何、連続突破で見せます。よし、クソ、スムーズに変わっていく。ここからシュートに持っていく。横跳びで鋭く反応。シュタイン君、ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。このパスをカットします。俺たちは試合終了まで全力で戦う。あらわしのようなドリブル。ヒューガ君、ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。マーガス君、ロングパスを受けます。ここは抜かせません。もらったぞ。あっという間に抜き去った。ここからチャンスを作れるか。お主やるの。大ジャンプ、空中からのフェイスダウン。俺たちの空中技。さらにダイレクトシュートの威力が加わる。いっけー。よし、アイヤー君、これをブロックに行く。シュタイン君、ゴールを守った。このタックルは不発に終わります。チャージが決まった。いけ、これだ。シェスター君、パスを回す。シェスター君、ここは抜かせません。マサオ、ここからロングフィードを送った。このパスをトラップ。マガトゥ君、ヒューガ、ボールを狙うも届かない。ヒューガ君、シュートを放った。かっ、うっ、君、激しいタックル。ここでスカイダブ発動。いくぞ、俺たちの空中技。選手がいるぞ。ここだ。いっけー。横っ飛びで鋭く反応。シュタイン君、これはキャッチできない。そらよ。ハンドビッヒ君、このところは拾います。体ごとぶつかっていった。マサオさん、ハイスピードでかわす。大ジャンプ。これたちの空中技。ああ、ここだ。ダイレクトシュートの威力が加わる。いっけー。これを正面から抑えに行く。と、止めた。パントキックで大きく蹴り出した。翼くん、ワンタッチで送る。シェスターくん、ボールを奪った。タックルが炸裂。やった。クソ、チャージが決まった。パスを回す。ラッパ君、ここで止めた。大きくパス。シェスター君、ここは好きにさせません。ミレウス君、もらった。惨敗。選手たちは